一つの中学硬式野球チームにあらゆる世代の日本代表を7人も輩出するチームが誕生しました。おなじみカンメディベースボール学院中等部、ポニーリーグ U14 代表に4人、アジアで優勝しアメリカへ行きます。同じくポニーの U16 代表にも3人、こちらもアメリカへ。そしてそのうち2人は昨日発表された侍ジャパン U15 代表にも選ばれました。まずは U14 代表齋田海斗選手、東海大相模で活躍する兄を追いかけ関西屈指の内野手へと成長。春の大会では打率4割6分2厘を記録するなど、攻守ともに中学トップクラスの実力を備えています。続いてポニーの U16、 侍ジャパンの U15 にも選ばれました藤田壮選手。本職はピッチャーですが、内野もできるユーティリティさを評価され代表入り。まっすぐの回転良くなった、しっかりが良くなりました。下半身の使い方とこっち側を残すっていうことをまあ教えてもらってて、まあ、その体が使いやすくなってリリースに力を伝えやすくなりました。自分の動きを的確に説明してくれましたが、約1年前はこんな選手でした。なんか阪神の西投手みたいな腕の使い方しますね。あどこか抜けていた感じもありましたが、当時から成長し今や日本代表で投手と野手の二刀流。うわイメージとかもう今ショート守ってて、あとの抑えや、うん、6回7回、うん、1対0いこうか。はい、オーケー、はい、いやいいな、矢を倒す、オッケー、ナイス。もうだいぶこうまっすぐ上から叩けるようになりましたね。だから今言おうと思って前取ってもらった時とだいぶ変わってると思う、はい、本当に変わってると思う、すごい強くなりましたボールが。あー浮いた、さあ行ける、でも腕はしっかり振りようって言っとけよ。はい、なるほど、はい、あいつに言うの。続いての選手は徳さんと一緒にノックを受けていた金谷龍之介選手、ポニーリーグ U16、 侍ジャパン U15 に選ばれてます。約1年前はこんな選手、当時から元プロコーチにも評価されるその守備力は際立っていました。しっかり面はこんくらいでしっかり柔らかく低く取ることを意識してます。少し幼い感じもありましたが、その球出し握り替えの速さに磨きをかけ日本代表クラスの守備職人へと成長していました。バランスもあるしキビキビしたね、送球ができるようになってるなっていう、日本代表とかね、判断に選ばれるだけあるなって感じするね、この辺に。ここからは3人のサウスポーをご紹介します。まずはポニーリーグ U14 代表鶴田圭斗投手。鶴田も気づいたら日本代表、もともとフォームの完成度は高く綺麗な投げ方をしていました。カーブ、はい、行こう。ジャパンでもカーブ結構生きた、あの低めのカーブが生きてみんなゴロ打ってました。さあ入れよう入れよう、ナイスー、はいいね。
ここで何やらニヤニヤしている選手が。この日追加招集が発表されていました。ポニーリーグ U14 代表の西田海里投手。なるほど。わあ、そう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 。わあ、ベストボール。そしてもう一人、ポニーリーグ U14 代表、はい、井上優吾選手。中1の頃の井上選手。井上選手、球強いですね。あ、はい、だいぶ可愛らしい感じでしたが、中学3年になりこのように成長。もともとオリックスジュニアを経てカンメリに入ってきましたが、投手と野手の両方で活躍できるとして全国の有名校がチェックしに来ているとのことです。わー、すごい。アジア大会はもう試合して、では優勝できたんで、で夏休みにアメリカでワールド大会あります。距離が16メートルなんですよ、14。いつもより近くて、台湾はなんかそこで139キロのストレートと119キロでめちゃくちゃ曲がる縦スラとか投げてくるピッチャーいたんで、次世界行ったらどんなすごい選手がと出会えるんかなってちょっとワクワクしてます。ナイス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 お願いします。おい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 ラストは佐々木トーマス選手。そのバッティングが評価されて代表入り。はい、オッケー。はい、オッケー。はい、オッケー。さあ、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 この中等部を率いているのが井戸信俊監督。驚きの手腕から中学野球界の異端児と評されることも。今年の春、ずっと所属していたヤングリーグで初優勝を果たした後、異例となるポニーリーグへ移籍するとすぐさま関西予選を勝ち抜いてみせた。リーグも変わって、ね、やっぱりこうちょっと注目される中で、大人も子供もやっぱその中でこういろんなプレッシャーを感じるわけでもなくて、やっぱりこう挑戦できるっていうか。カンメリが次に挑戦する場は今日から開幕するポニーリーグの全日本選手権。そこで優勝すると中学硬式野球の各団体の頂点を決めるエイジェックカップに出場することができます。両リーグで優勝ってなかなかないと思うので、はい、初の大会、初出場、初優勝を狙えるっていうこの初物尽くしということで、みんなで一丸となって頑張っていきましょう。いいボディやん、ナイスプレー。3-2-3初めて見た。